アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現に向けて政府としても市町村の取り組みをしっかりと支援をしてまいりたいこのように思います。内閣府はきょうことし5月に施行されたアイヌ施策推進法で定められたアイヌ文化の保存や観光振興などの事業を対象とした交付金およそ6億6000万円を 釧路市や日高のビラ取町など道内12の市と町と三重県松阪市に交付することを決めました今年度最も多くの額が交付されるのは釧路市でおよそ1億3000万円です釧路市は阿寒湖畔でアイヌの人たちが現在も暮らすアイヌコタンを観光振興につなげたりアイヌ文様のデザインを知的財産として管理する事業などに充てるとしています 現地のの関係者からは期待の声も上がっています。これで、ね、多額の金額を助成してくれるというのはまあ初めてのことですからね、うん、ああいう文化を紹介できるということによって、お客さんも多くなってくれる交付金を活用した、まあ、さまざまな事業を通じて、 アイヌ文化の価値が高まりアイヌの方々の経済的な自立に少しでも結びつくようにアイヌの皆さんをしっかりとサポートして連携しながら取り組みを進めていきたいとこのように思っております。